よかったね。今から何行くの？今から、うん、ママご飯作ってくれる、ごちそう。今日ひなさんやで。座敷にね、お人形出てるかも。ケチョコが髪の毛切ったから行くで。行く？うん。お人形見に行く。うん。みんな見に行く。お母さんと、お母さんとパパとママと、うん、小石と行こっか。行こっか。うん。ほら、おひなさんだよ、きーちゃん。おはよう。ふふ、おしとお座りして一緒に拝み、きれい。おひなさん、かわいいね。かわいいね、このお人形さんね。さあ、たかんだよ、つんぐらい、つんだけやで。うんうんうん、いいね。それ、きりちゃんのやで。これ、きりちゃんの、見て、ここかわいい字で、ほら、きりのって書いてんね、ええ字やな。きりのって書いてあんねで。ヤクブネオデシャリシデショ。キちゃんも風刺。ほな、拝んできて。お尻も交流滅度。持ち役もたくなはら見たこと。あ、ドクターラ303も。おしい。おしい。お母さんとママとパパとママとふーちゃんと見に行く。見に行く。外におひなさん見に行くと思ってるよな。行くじゃん。食べとんがや二人ね。であれ見てんの、あの可愛らしいの。うまいことおひなさんかだってんな。ひーちゃんは大きなったから賢いな。ひーちゃんまだちっちゃい。ひーちゃんまだちっちゃいでやって。ちっちゃいわ。いや、もうじきもう3年保育の年少さん。年少さん。ああ。この子も可愛らしい顔しとるな。うん。自分のひ孫やから余計思うんかもしれんけど。いや、可愛い顔しとるよ。なるほど。こうやって炊き合わせの準備をもうしてるわけですね。ひな祭りに炊き合わせするらしいですよ。ひな祭りの炊き合わせって大層やと思います。でもなんか椎茸だろうな、これ二人とも可愛い顔してるな。ママちゃん触ったらあかんねで。ママちゃん触ったら、うん、ママちゃんはな、ママちゃん触ったママちゃん怒ってくんねで。ママちゃんとこいたらな、お手手こらして合わせてな。マン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 ですね。マン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 。あら、おっちょんとちゃんと座って何食べてるの？パン食べてるの、まだ。おばあちゃん、今日のお昼さ、うん、ゆりちゃん、あの、ここのキッチンちょっと貸してもらっていい？かまへんで。今日はチラシ寿司を作ります。ああ、チラシ寿司。ゆりちゃん疲れた、ちょっと磨かなあかんなって今思っとって。いえいえいえ。そうやけど、やっぱ可愛らしいわ。ありがとうございます。若いな、でも若いからな。チラシ寿司やったら、ここからこしらえるの？そうですね。スレンコンやって、スレンコン。あ、スレンコン。あと、錦糸卵。あ、錦糸卵な。エビ、タコ、タコ、ヒラメ。煮た以来煮るんやな、それ。煮物します。だしはええのあるんだけど。だしええのある、うん。でももうルリ朝からだし取ってやんね、昆布とカツオで。ああ、ほんま。もしよかったらルリちゃん、あのだし使ってくれてもいいで。ありがとうございます。足りひんようになったらお借りしますわ。うん。何持ってきたん？博多シラスのパック連れ込んでる。おやつ。今日はもうすぐひな祭りということで、ちらし寿司を作っていきます。錦糸卵ね。トシコさん、ボールってここですか？ボール、ありますね。あ、これかお借りします。トシコさん、菜箸どれ使ってますか？ここから。昨日の夜からあったかいですね。うん、今日あったかいね。徐々に春になっていくんかしら。やっぱりちょっとまた寒くなるらしい。まあでもそんなもんですね。だいつもね。さあ、さあ、いた、うん、おいで。こっちやで。はい、こっちおいで。どう？おいしいんじゃない？いいね。ふうふうして食べやそうちゃん。湯気出てるよ。ソウスケも食べとるわ。ほら、ちっちゃい口で、もうこんにゃくほらカスカスだとは食べて。おいしいの。ママ、チラシ寿司作ってくれてんで。チラシ寿司いいんだろ、それ食べなあかん。おひなさんやったら、うん、まだ今10時半やから、10時半のおやつや。これはなんで歯医者見ていかんなんねやと思ったんだけど。歯医者、まあ行ってきよ。いや、ほんでちゃんとそれはあれ、おっちゃん、それ何ですの持ってんの？それ何持ってんの、おっちゃん？
あ、ごま豆腐さあ、お米を持ってきました。おばあちゃん見てほら、これ美味しそうやろ。美味しそうなよ、見たよ、もう帰るも早いか。いちごどっちパパにくれる、それ。ダメやよ。ちょうだい。ザブトンやね。もらしてもらうね。あ、としこさん、これかな。これやな、としこさんね。よいしょ。こんでね、ここ渡しようかな。ちーちゃん、ご飯できたって。ご飯できた。ちーちゃん、ご飯できた、行こう。そうちゃんもご飯できたって行こうぞ。あらあら、そうちゃん来たの。そうちゃんの席ここな。うわー、安住してくれて。ここよ。安住してくれてあるわ。うんうん、そうなんよ。そうちゃん、いただきましょう。中を入って合わせましょう。いただきます。ハマグリも豪華やな。あら、いらっしゃい、キリちゃん。キリちゃんにチラシ寿司よそってあげようかな。あれやから、キリちゃん真ん中に座らなあかん。うん、キリちゃん真ん中や。キリちゃん真ん中に座って、やっぱキリちゃんの、キリちゃん真ん中や、ほら。今日はキリちゃんのな、おひなさんやからな。キリちゃんのおひなさんやな、うん、キリちゃんの中心の背中。うん、豆。そうや、豆や。豆になりますようにって豆食べるのよ。さあ、皆さんいただきます、するよ。いただきます。はい、はい、賢いです、キリちゃん。キリちゃんじゃなくて牛乳が、だお茶じゃなくて牛乳がいいのな。牛乳入れたわじゃん。牛乳飲みたい。 なんて言った。お茶じゃなくて牛乳がいいって、キリちゃん。牛乳じゃ持ってくるわな。はい、こんなイチゴも食べとき、そうちゃんもにはイチゴあるでな。キリちゃんのやさか、キリちゃんここ座らなかった。はい、手合わせましょう、皆さん。はい、パチン、はい、パチン、いただきます。そう、こう、いただきますわ。はい、いただきます。はい、ケイちゃん、いただきますわ。はい、もう言ったな。もう言った、うん、いただきます。はい、どうやった、このお汁いけた。わかめ、牛乳がいいの。スプーン、スプーンあるよ、ここに。スプーン持って。スプーンあるよ。あ、美味しいわ、お吸い物。よかったです。うん、魚いっぱいでしょ。どうぞどうぞ。はい、どうもありがとう。はい、あー、綺麗に盛り付けてくれてあなたも食べ。うん、ありがとう。美味しい、美味しい、よかったね。嬉しいわ、そうちゃん。何が美味しかったのかな、イチゴかな。イチゴ、美味しいや。え、かわいい、これこの橋まで可愛い。お祝い橋やん。おばあちゃんのは普通橋。違う、あ、それあなたの方にしようと思ってたのに。そうや、場所変わったから。これおばあちゃんのやってんて、ほんまは。そうか、おばあちゃん今年 88? ベージュじゃないですか、おばあちゃん。ベージュやけど、9月やけど、5月までよ、天気で今みたいな状態で折れるから。いや、折れるやろ、さすがに。え、折れるやろ。ソウスケ頑張って貝取ろうとしてるわ。ソウスケ貝取ろうとしてる。貝おっきいな、ソウスケ。あ、取れた取れた。ちっちゃした方がいいんちゃう。ねえ、ちょっと。あ、このハマグリのおつじさんめっちゃ美味しい。うん、美味しいわ。キリちゃんのお祝いやで。そうや、今日はな、キリちゃんのお祝いの日なんやで。女の子の日やで、今日。うん、ほら、ごちそうや、これ今日は。キリちゃん、ほら、ごちそう。おいしい。こんな器、キリちゃん、これみんな買ったの。前にソウスケの節句した時に買ったやつ、これ。うん、あん、あん。やばい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 。なんかさ、こうさ、やっぱ休みの日俺がおるからさ、遊びたいんやな、キンちゃんもさ。エビさん、エビさんやな。おついさんストローで飲んだんで。これうまいわ、このちらし寿司。チリさん、あんまり味付けてあるな。おう、そうそう、マグマグくんしてから次食べ。そう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 、エビおいしいな。やっぱり暑いな。マジでうまいわ。ほんと、よかった。うん、ちきらなあかん。いろいろ具入れやなんか大変やったやろ。まあまあ、でも切って乗せるだけでしたから。あこれそうちゃんさ、高さが全然足りてないからさ。そうねん、そうねん、高さ足らないな、ちょっと。もうごめんな、そうちゃん、ちょっと椅子用意したったらよかったわ。あんたどこが出てきた。あ、触ったらダメ、ママちゃん怒ってくるよ。明かりをつけましょう、ぼんぼりに、ね、お花をあげましょう、桃の花、うん、五人林の笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。
あられひしもち。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。はい。大正時代のお船さんってすごい。あ、撮影 OK って書いてある。うん。ねえ、なんか今と全然ちゃうな、顔。ねえ。ママちゃんのご飯。ママちゃんのご飯に似てるな。ねえ、そうやん、そうやん。なんか、一区画だけやったね。うん、はるばる来たのにね。まあ、そういうこともあるよね。ねえ、写真だけでもわかんないね。うん。ね。どっか行こうか。行こう。かわいいな、お人形さん、二人乗ってるわ。ほら。これ誰のハッピーバースデー、これ。キーちゃんのハッピーバースデー。キーちゃんのハッピーバースデーする？あ、でもキリちゃんや。